ルが1年ぐらい、普通のことをちゃんとやれば問題解決すると思ってたんで、原発事故のですね、放射性物質の影響が肝炎の影響を及ぼすかみたいな話が臨時起こってあって、調査チームの一員として福島に行って、毎週ほとんどお休みなく行って、はい、ところがですね、太陽フレアでですね、人類が滅びるっていうのは、その宇宙が人類の生存に大きな影響を及ぼすっていうことを知ったんですね、はい。湖に生息する浸水植物の判別の研究をやってたり、沿岸の生態系の判別実験をやってたりします。水質、水量で、まあ、水環境とかなり大雑把にやってたんですけど、なぜかある時にやっぱ宇宙に行きたいと思いまして、一応テーマとしては地球と宇宙の水と放射能の研究をやってます。環境災害研究会っていうのが僕は担当してるんですけど、本当は環境と災害だったんですけど、なぜか宇宙生物と宇宙の災害っていうのをテーマして、来週金曜日に1週ごとにですね、宇宙地球宇宙地球ってやって、ズームミーティングでどっちかに参加するって、そんな感じですね。太陽系外惑星っていうのが、今まで宇宙をやってる天文の人が惑星の話をしてて、我々がやっぱり地球という、まあ、海のある惑星をずっと研究してたのに、まあ、天文学者がですね、そのいきなりその宇宙の惑星の話をやってると、まあ、これを見てですね、そのなんていうか嫉妬心がですね我々の領域の研究をなんと天文学者がやってるじゃないか、それだったら我々が天文の領域の系外惑星の研究やってもいいじゃないかと思ってですね、はい、自由奔放な学生ばかりなので、やりたい時にですね、聞きたい時に聞いてきて、僕もそういう性格なので、やっぱり私がその好きなことをやってるもんですからあんまりその学生にこれをやれあれをやれって言ってもですね、学生は学生でこれをやりたいっていうのがあって、で学生がどうしてもやりたいと思ったら少々なんか障害があってもね、やるんですよ。その辺のそのモチベーションをどうだいです、5000万光年の彼方の銀河、まあ、別の宇宙ですよね、別の宇宙から飛んできた光が、まあ、光子が自分の目に入った、うん、この銀河にたくさん惑星があって、もしかしたら宇宙文明がすごく発達してるかもしれないと思っただけですごい感動します、うん。